投影図は三次元立体を二次元平面に移したものである。投照図とも言う。空間を画像として切り取る写真や物体を記述する図面は投影図と言える。三次元物体中の各点を投影する線を投影線、投影線との交点を移し取る平面を投影面という。投影図を得る方法を投影法という。 中心投影図立体物上の点がすべて一点の視点に放射状に収束すると考えると投影面との交点を結んだ投影図は目で見たものと全く同じ像を得ることができる。これを中心投影または投資投影という視点が無限遠に存在すると仮定すると立体物上の点と視点とを結ぶと投影線は互いに平行になる。 これを、平行投影という。近距離からの投資投影、長距離、強画角からの投資投影、平行投影、平行投影の内投影面と、投影線の角度が垂直であれば、垂直投影そうでなければ、斜投影という。垂直投影は、正投影、軸足投影、標高投影に分類され、軸足投影はさらに等軸足投影、二等角投影、斜方投影に分類される。 投影図の分類、中心投影、平行投影垂直投影性投影、軸足投影、等軸足投影、二等角投影、斜方投影、標高投影,投影、斜投影、正投影対象、または視点を90ずつ回転させて、平行投影を行う。通常、正面図、平面図、側面図の三面図を言う。 軸足投影最もよく使われるのは、等角投影法、アイソメトリック投影法とも呼ばれる、等軸速投影である。正投影と異なり、対象物を斜めから見た図となる。座標の二軸が三十の傾きで描かれ、各辺は実寸で作図されるため、寸法出しに都合が良いが、奥行きも実寸となるため、実際の見た目より大きく描かれることになる。 斜投 A 立法体をキャビネット図で描いた例。斜投 A の代表はキャビネット投影法である。正面図を投比率で同じ形のまま縮小し、奥行きは45の角度で2分の1の縮尺で描く。なお、奥行きを実寸で作図するものを代わりへ投影法という。ありがとうございます。